ソフィアチャンネル。なあ、ソフィア。一つ聞いてもいいか？何ですか？どうして？私がトナカイなんだ。それはですね、似ているからですよ。全くもって関連性がないと思うのだが。力仕事が必要なんですよ、だからです。てめえがやれよ。やだなあ、キシンさん。か弱い私にそんなことできるわけないじゃないですか。それで、なんでお前がサンタなんだ、似合ってないぞ。この日であると話しづらいですね。外せよ。マシンにやらせろよ。あいつの方が似合う気がする。マシンさんはコウマ館でパーティーしてますのでダメです。それにマシンさんは悪魔ですので、サンタやったらサタンになっちゃいますよ。確かに。それじゃあ皆さん寝た頃だと思いますので、行きましょう。おう。くそ。なんで私が。ほらほらどうしたんですか。早く言ってくださいよ。ぶっ飛ばすぞお前。というか、普通に飛んでダメなのか。あ、そっちの方が早いですね。お前な。よし行きましょう。たく。この時間は門番はいないんだな。クリスマスですからね。門番の代わりならここにいますよ。ちなみに全部私に行くのか。いえ、私たちはコウマ館とマリサさんと白霊神社専門です。他はゆかりさんがやってくれるそうですよ。全部ゆかりがやった方が早い気がするが、とりあえず早く終わらせようぜ。投資仕掛けたことあるから、寒いのは苦手なんだ。キシンさんがだんだんチョコレートに見えてきました。幻覚見てんじゃねえよ。お前も投資仕掛けてんぞ。ほら早く行くぞ。なんでここで寝てるんだ。エナジードリンクらしきものを見るに、限界まで起きて、サンタクロースを見ようという好奇心が働いたのでしょう。飲みすぎだろ。というかプレゼントいっぱいあるぞ。じゃあお二人はなしにしましょう。いいのかそれで。私は昨夜さんとメイリンさんのところに行きますので、キシンさんはマシンさんたちを。わかった。プリーン。あ、いましたね。ふふふ、お嬢様、それはプリンじゃなくてキリンですよ。何と間違えてるんですか。よし、気づかれる前に離れなくては。待って。そこはからしじゃなくて唐辛子でしょ。だから何の夢見てるんですか。行きますか。怖っ。ずっと、一緒だからね。大丈夫ですよ。絶対にその願いは叶います。それじゃあ、おやすみなさい。昨夜さん。メリークリスマス。くそ。こいつ。話せよ。たく。こいつ本当に寝てんのか。くそ。こんな仕事、引き受けなきゃよかったぜ。おいバカ鬼。はい。いつも。風邪ひくなよ。ポンコツ悪魔。それじゃあ私はマリサのところに行ってくる。終わったら神社に向かう。了解です。気をつけて。それじゃあ私は。参ったな。ドアが開いてないぞ。当たり前だけど。窓から侵入するか。この部屋クソ汚ねえな。というか窓も開いてねえ。どうするか。仕方がない。じゃあ、なんだ、何があった、なぜ窓が割れているんだ。寒い、寒いぞ。誰だ、誰がやりやがった。畜生。悪いな。プレゼント多めにしといたから許せ。う、寒い寒い。よし、これでオッケーですね。あらあら、ミネったら。風邪ひいちゃいますよ。ママ。大好き。私もですよ。ミネ。おやすみなさい。メリークリスマス。やっと終わった。お疲れ様です。次はマシンを頼ってくれ。すみません、ありがとうございました。まあ、どうしてもって言うならいいが。ふふふ。なんだよ。少しいいことあったんじゃないですか。別に。ただ、幸せそうな顔が見れるってのは、悪くなかった。意外な奴からの感謝の言葉もあった。
未だに信じられんか。マシンさんのことですね。なんでわかるんだよ。恥ずかしがり屋なんですよ、知ってました？いつもボロクソ言う癖して。今更だけどレミリアたちのプレゼントは本当に良かったのか。心配しなくても絶対喜ぶものを置いてきましたよ。幸せ。そういえばメイリンさんだけ見当たらなかったんですよね。とりあえずプレゼントは置いてきましたけど。じゃあ私は行くからな。あれ、どこに行くんですか？悟りたちがまだ起きているらしいからな。さっきゆかりから聞いたんだ。そうですか。じゃあな。お気をつけて。それじゃあ私も寝ますかね。おいソフィア。はい。は、なんですか、これ。私からのプレゼントだ。でも私、キシンさんの用意してないですよ。何言ってんだ。もうくれたじゃねえか。え？みんなの最高の笑顔、サンキューな。メリークリスマス。メリークリスマス、キシンさん。視聴者の皆様、これまで多くのご視聴をしていただき、本当にありがとうございます。皆様の応援があって、今の私があります。最終話までもう少しです。今年ももうすぐで終わってしまいますが、来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様どうか良いクリスマスを。ゆうこ様起きてくださいよ。何よヨウムちゃん、胸が大きくなったのは気のせいだから諦めなさい。しばくぞてめえ。これ見てください。それはプレゼント？はい。でも一体誰が？わかりませんが、ゆうこ様の分もありますよ。マジで食べ放題無料券だといいな。ねえよ。誰が置いてったのかしら。サンタさん。いや、まさかね。あはは。諏訪子様、かな子様、起きてください。プレゼントがありましたよ。ダメだこいつら。でも一体誰が。まあ、いっか。クリスマス最高。ゆかり様、メリークリスマス。え、私に。う、ありがとう。ラン、ジェーン、中身は何なの？私のフィギュアです。いらな。お嬢様、見てください。プレゼントがあります。お嬢様、どうなされたんですか？プリンに殺されかけたの。なぜに？まあ私が全部食べたけどね。あれ、妹様、メイリンを知りませんか？え？あ、やべ。実はね、お姉様と一緒に雪だるま作ったの。は、メイリンで。メイリンで？じゃあ。うん。チャンネル登録はこの真ん中のやつだぜって言ってる場合じゃねえ。